どうもこんにちは、宣伝部長の小市です。今日はキンプリ平野章、一人で移籍決定かということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、 キンプリさんのね、まあ、今回は遺跡騒動の話になっていくんですけど、基本的には一応ですね、2人が残留し、平野紫長さん含め3人が、まあ、一応ジャニーズ事務所から出てってことになってて、まあ、時期のずれがあるんですけどね、でも基本的には5人の活動は5月までということで、さすがにちょっとね、遺跡の話題がね、これから、まあ今日もしますけど、どんどん出てくると思われます。はいで どこでで決めるんでしょうねなんかその話が出てから、まあ、それなりに時間が経ったんで、まあ、あの、まあ、いわゆる分裂騒動というものが分かんないいつぐらいなんですか、ね、いろんな説が出ててじゃあ9月ぐらいにもう実もある程度もう決まっててみたいな発表は、まあ、いつするか分かんなかったけどみたいな形の中でそこ、まあ、である程度決まっちゃったんだとするならばやっぱり気持ちが落ち着かないとなんか出るにしても。 どこに行こうかみたいなねあの話があるし仮に仮にっては特に発表されて以降ですけど多分めちゃくちゃオファー来たと思うんですよね <laughs> はいでまあ国内からまあで言うとまあ大手から多分ちっちゃいところからまあ要するに友達経由から何からいっぱい来たと思うしあと外国からとうとうとかも含めてまあこんだけ人気あったら当然ですよねし,しかもやっぱり最近のやっぱり売れてる人を見るとその やっぱり言語の壁を越えるような人っていうのはもう、まあ、最終的に世界で売れちゃったら爆発的に、まあ、要するにお金になるっていう言い方が正しいかどうか分かんないけど、まあ、だからこそいろんなとこからオファー来るわけですよね、まあ、そういった意味において、まあ、ダンスっていう強い武器がありで、まあ、要するに用紙も、ね、整ってますすで既にある程度の人気と言いますかアジア地域において人気があります、ね、本人も強い 世界で活躍したいって意識がある <laughs> これ取りに行かないとこがありますかみたいな状況が整ってるんですよね。で、まあ、多くの人の関心は結局3人辞めるとしてどうやって活動するのかみたいな話じゃないですか。だからまあい,いろんな噂が出ててその先日の音楽番組に出た時も。 まあ平野さんがちょっとなんかこうまあ元気がなかったって声があってまあ私はあまその辺がちょっとよくわからないかんないですけどでも結構ファンの方の意見で元気がないって意見が結構多数派だったんでああじゃあ元気ないんだなとでまあその時もいろいろ話しましたけど要は辞めるまあ実質ね平野さんがこうせん で一番目立ってた人でで、要するに辞めるんだからちょっとお前はあんまり目立つなみたいなことを言われてる可能性はありますよねみたいな話はさせていただいたんですけどまあそれ以外にもなんか遺跡がね一人だけもしね決まっちゃってるんだとするならばなんかやっぱ申し訳なさも出るしって形の中でまあ、いろんな推測が成り立つんでねどれが正解かってね今の時点では何も決めれないんですけどちょっとね今回はその遺跡の件とでまあ現在の活動みたいな話をちょっとやっていきたいというふうに思います。 はい、えーと、こちらね、トースポさんの記事なんですけども、キンプリ脱退組がアメリカ事務所のオファー拒否、平野紫は韓国行きかということで、ね、すごいですね、アメリカからもこうオファーっていうことで、えーと、人気グループキンプリがですね、ミリオンを突破したということで、ね、えー、と公式ツイッターかなんかでもなんか出てましたよね、ティアラありがとうみたいな感じでね。 でえっと、それで,、えっとですね、5月22日に3人が脱退するの前に改めて人気の高さを証明したと。だから、ね、ある種ねジャニーズ事務所にお金流れちゃうからどうなんだろうと思いつつやっぱりここで結果残したっていうことがやっぱり今後何らかの、まあ、脱退する3人だけじゃなくて5人に対してやっぱり有利に働く話になるんじゃないんですかね。はい でえっと、県体制の終わりまであと3ヶ月を切ったと気になるのは、脱退する3人組の投稿だってことで、えー、っと、そうですね、最新シングルは28日発表のオリコンで自己最高となる103.2万枚か、すごいですね。で、初週ミリオン突破はグループ初ってことで、キンプリの公式ツイッターは感謝を綴ったってことですね。で、3人が脱退する命の日までもう3ヶ月もないと。 で3人はどこに向かうのかって形でまで、あ、岸さんだけちょっと秋になるんでねあのー、そこはちょっとわかんないかもしれないですけどまあでもまあその後3人でね3人で活動っていう未来がもしあったとするとどうなのかなまあそのなんて言うんでしょうね3人含めてどこそこに行くって話になるからまあ時期はあんまり関係ないって話になってきますけどねはい。で えっと3人は脱退という決断に至った理由として考え海外進出と説明していたってことで早くもアメリカに本社を置くマネジメント会社が3人に声をかけたけど断られたそうですということですねだから保留じゃなくて断ったってことですよねだから、まあ、どういう条件で誘ったのかよくわからないんですけどあのあれですよあの <laughs> まあ断るってことはまあ決まってるって いうことに他なりませんかみたいなね、ちょっとそういうふうに思っちゃったんですけど、で、えっ、ー、と、で、現時点で脱退後に3人一緒なのか、それともソロで活動するのか、明らかになっていないと。ただ、どういう形でも海外進出を目指すと見られており、関係者が有力しているのは韓国事務所への移籍だということですかね。はい。ね、今この流れがね、どなんか本当に作られてってる感じはしますよね。でもなんか今 韓国の方でもそのもともとある老舗のところとバチバチってわけじゃないんですけどね老舗の方がちょっと崩れつつある中でまあハイブ一強にどうもなりそうだっていう感じですよねはいででそのハイブ自身がもう世界のいろんな会社音楽関係の会社をどん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 買収してってるっていう感じでね何て言うんだろうな昔のなんかジャニーズ事務所が自分たちに関係ありそうな会社をどんどん買ってたみたいな 感じに似てるような気がしますけど、まあ、いずれにしてもあのここでキンプリさんの、ね、平野さんだけでも釣れたらもうこうなんて言うんでしょうね会社としてはめちゃめちゃでかいし3人とか場合によっては5人みたいな話になっていくと、まあ、ジャニーズからそのまま移ったっていう前例ができますよね。でそうなるとじゃあ俺も俺もみたいなね、まあ、そういう可能性がないわけではないですよね。<laughs> はいただ、まひ、あ、と先心配なのは、やっぱり韓国資本に移った時に、なんかやっぱりそれ嫌だなって思う人が出てくるってことですよね。まあでも、現実問題、でも選択肢あんまないような気がしてて、なんか日本の大手とかに行くと、要するにジャニーズ事務所と対抗できそうなとこに行くと、まあ、どうなんだろうな、それもなんか嫌がりそうですしね、大手がね。だから、まあ、じゃあちっちゃいとこ行ったら、よりテレビに出れない。 しかも国内、国外のか活動についてはよく分かんないというか、まあ、日本のやっぱり芸能事務所の問題は、国内だけとまでは言いませんけど、やっぱり国内がメインターゲットになってて、その辺の挑戦不,不足ですよね。だから、レコード会社で言うとね、エベックスとかはま、まあのいろいろね、まあ、会長が変わってる人なんで <laughs>、いろんな挑戦してますよね、海外とかね。だからまあか、まエベックスとか、がリギリ。 ですけどなんかその辺もやっぱりジャニーズ事務所の付き合いの中でまあこの件についてね、ま、松浦さんとかもあのそういう一本釣りみたいなことしませんみたいなことを明言してましたからなんか国内の事務所が結局難しい難しいとまで言わないけどなかなかこうやりづらそうな感じはするじゃないですかでそう考えるとまあ普通に外資に持ってかれちゃうっていうねまあっていう感じじゃないですかね。 だから韓国からすると日本に、まあ、日本法人を建てて平手由里奈さんを入れる事務所まで作ってるわけですから、まあ、そこに平野さん並びに場合によっては3人とか5人が加われることがあればもう一気に取りに行けません、ね、日本の市場ねそうだからどういう売り出し方するにかによりますけど要するにもし5人揃えるようなことがあったらそのスターじゃないですかスターっていうかその救世主みたいなねどっちなんですかねあの堀江門さん が昔その何て言うんだろう。 球団がねちょっと減っちゃうみたいな形の中でお金がないから、じゃあ、うちが買収しますってヒーローになった時期があったんですけど <laughs>、<あの笑>でも、マスコミさんに逆らうっていうか、フジテレビ買,いなんか買うぞってなったら、急にもうあの手のひら返してみんなでバーッと攻撃されて、あいつは金の亡者だってやられたわけ,ですわけじゃないですか。だから、まあ、なんかどうなるかについてはよくわかんないですよね。その辺は、なんか裏の駆け引きとかもいろいろありそうですけどね。うん この辺についてはもう読めない <laughs> で。っていうことが一応ありますと。じゃあね、実際今、じゃあ、キンプリさんどういう活動してるかっうといろんな活動してて、今んとこなんか5人仲良く、まあ表面上は、表面上って言っちゃ申し訳ないか。一応、まあ、その、こう、5人でちゃんと登場してきて活動するってやつはそれなりにやってるんですね。個人の仕事はそれなりに影響出てそうな気がするんですけど、だから残る組はどんどん増えて、 で、脱退組はまあそんな感じのところがちょっとありそうですけどまあでもいずれにしてもねあのー、まあ5人にしてみればやっぱりこの形式で形式で5人揃ってお届けするのはもうちょっとしかないからまあファンのためにっていうところで一生懸命5人で頑張れるとこやりたいし事務所サイ,サインドとしてもまあいろいろ批判食らっちゃってるから <laughs> とりあえずまああのー。 やめるまではいろいろ仕事を詰め込もうみたいなね、特に5人の仕事に関しては、個人仕事はちょっとなんか違う様相を呈しているような感じがしますけど、っていうところじゃないですかね。はい。で、一応この中においては、グラビアは高貴な雰囲気を漂せる最強バージョンと、ありのままあ、にじみ出るスガ顔バージョンの2パターンで撮影されたということで、こういう、なんていうんですかね、これクランクイーンさんの記事ですけど、まあなんか、あの、トースポとかですね、 現代とかですねな,なんて言ったらいいのかなそのな <laughs> んとか情勢みたいな割とそのそっち関係よりもやっぱりこういうコンテンツをお届けこういうのやってますよってお届けするサイトを見た方がなんか健全な感じがしますよね要は遺跡がどうのこうのとかそういう話は <laughs> まあ出てこなくてですねまあなんかあの 単純にこの良さを褒めてていいくっていうパターンですよね。確かに何かこういうの見るとねやっぱ本当にもったいない気はしますよねすごくこう完成度の高いあの写真ですよねはいいやーもったいないでえっ、ー、ということですかはいまあまあまあいずれにしてもまあここでね本当にいい仕事をたくさんして残せばまあ分裂した後も全員がやっぱりそれなりにねいい仕事が来る っていうことになりますから、ねはい、で、そ、そんたくみたいなもんね、まあ、そろそろいいだろうみたいな感じで思ってる人もいると思うんでね、はい。まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ変えていきましょうみたいな感じじゃないですかね。うん。で、えー、っと、そうですね。レースやとろみのある素材でセクシーに仕上げたコーディネートですって。<laughs> これはちょっと私はよくわからないや。まあでもなんか確かに、こう、なんだろう。上品な感じ。 かつ、まあ、イケメンの良さみたいなところはすごく出てますよね。はい。笑顔じゃなくて、真顔みたいな感じですかね。はい。ということですかね。で、えっ、ー、と、そうですね、いろいろ書いてあって、シルバーのセットを彼ら自身が豪華にぶち,やしぶち壊していくカットも撮影し、常識をぶち破るブールを表現したって感じですか。そうですね。はい。ぜひ、ぶち破ってほしいですね。で、 そうですねまあまあいろんなこうファンが喜ぶようなところを撮ってで僕らって遊んでる時に一番笑顔になるという平野翔の言葉通り楽しみな雰囲気が伝わるカットになったってことですかね。という感じなんでなんかめちゃくちゃ売れそうですねこれ。<laughs> はい。でまあ一応今回としてはこんくらいの話なんですけど。 はい。というわけでね、タイトルちょこっとだけ変えましたけど、アメリカを断って韓国資本なのかみたいな感じですけどね。まあ、いずれにしても、どうなのかな国内は難しいのかなまあ、いろいろ、なんかでも、いろんな大人が動いてて、わけわかんなくなってそうですけどね。<laughs> うん、まあ、でも、まあ、いずれにしてもなんかね、あのー、まあ、これ、毎回言ってることですけどね、別に、キンプリさんに限らずですけど、タレントがね、別に、 なんていうのこういうよくわからないことに巻き込まれて、まあスマ、スマップさんの会社の時も強く思いましたけど、なんか割を食うのがタレントだけっていうね、それはやっぱりおかしくて、でタレントがね、やっぱり問題を起こしたとか、おかしいことをしたっていうんだったらわかるんですけど、もう、まあ、一応今いろんな話出てきてるけど、どれとっても悪くないですよ。だって、自分たちがただ一生懸命頑張ってるだけですよ。しかもその結果も残してね。だから、 そこをなんでもっと後押ししてあげないんだっていうのを思うだけですよ正直。<laughs> <あの S 2> <laughs> そう、なんで邪魔すんのかなと思うだけで、まあでもそれはね、まあ企業としてのなんかいろいろ理由があるのかもわかりませんが、まあいずれにしてもだからそういった形で本人、まあ才能も能力もあって、そして努力もするっていうね、まあいろんなものがせっかく揃った、軽有なタレントさんがたくさんいらっしゃるわけですから、 それが活躍できるようにっていうかせめて邪魔しないであげてっていうのがまあ思うところですかねまあその結果どういう形に落ち着くかっていうのは分かりませんけどねうんまあでもあれですよあのあそうだ礼畑さんの話コンするかなあの礼畑さんだそうこの間テレビで。 てましたけどねねすすごい人です、ね、だからまああの人が結局そのなんかこう画策する人じゃないっていうか単純に相談されたら私紹介するよみたいな感じでやっちゃいそうな人なんで <laughs> で本当にすごい人なんですねだからいろんな人とつながってるからまあ、少なくとも3人は特に平野さんに関しては弟子みたいな感じらしいんで弟子ポジションっていうんですかねだからまあまあ何かこれで潰されるってことはないんでしょうけどねまあ 結論は6月になったら分かるのか、しばらく休養期間を置くのか分かりませんけどね、うん。まあ、とりあえず全員頑張ってほしいですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。